こんにちは。今回は図形の面積を比べる問題です。問題の内容を確認しておきましょう。図において AB と CE の長さはどちらも8センチです。丸印をつけた角度、ここはどちらも同じ角度です。この時四角形 ACD、この四角形ですね。この四角形の面積は三角形 ABC の面積の何倍ですか？こういう問題になっています。それでは今から問題を流しますので、問題を解く人はその時点で動画を止めて考えてみてください。じゃあ解いていきましょう。この問題、最初に何をするか、非常に方針の立てやすい問題だと思います。この三角形のこの辺と、ここですね、こことここが等しくて、この角度とこの角度が等しいんですよね。そうすると、この三角形 ABC をそのままここに当てはめたような図形ですね。こういうのを作ってみたいなと思うでしょう。こういう感じになりますね。ここ8センチ、8センチで、ここ5センチですから、ここ9センチのうち、ここが5センチ。残りここが4センチですね。三角形のこことここが等しくて、こことここが等しいんですね。もちろん残りの長さ、ここの長さとここの長さも等しい。だからここに二等辺三角形が出てきます。二等辺三角形でそのまま使うことっていうのは面積の問題ではあんまりないですよね。だいたい頂点から底辺に向けて垂線引いて、二つの合同な直角三角形に分けます。こういう感じですね。だからこの4センチですね。こことここが同じ形なんで、こっちが2センチ。ここが2センチですね。こういうことがわかります。じゃあ、ここに直角三角形ですね。できてるんですけれども、7センチ、8センチの直角三角形です。で、この直角三角形も7センチ、8センチ。だから、この直角三角形とこの直角三角形ですね。これが合同と、こういうことが言えると。ただ、これって小学校の範囲ではないですね。直角三角形の合同条件で、斜辺と他の一辺ですね。この場合はこの8センチと7センチ、7センチ。これが等しいとき合同っていうのは言えるのは中学の範囲内ですね。これ小学校の範囲内で、これだけで本当はこれとこれっていうのは合同っていうことはできないんですけれども、合同を示すこと自体はそんなに難しくないです。この三角形のこの長さとこの長さが等しいんですよね。ここが等しくてここが90度、90度ですから、こいつをまたこれも切り取ってこっちに持ってきます。この CD がここにひっつくようにこっちに持ってくると、こういう感じですね。ここが直角直角だから、これ一直線になります。そしてこの辺とこの辺が等しいから、この三角形とこの三角形、二等辺三角形ですね。二等辺三角形を90度に割る形になってますから、これとこれは合同。こういう風に言うことができます。あと、ここからは高さの等しい三角形の面積比、区切り面積でいけますね。これとこれとこれ、これの面積っていうのは底辺が2センチ、2センチ、5センチですから、2対2対5ですよね。そして、これがこれと合同だから7です。ということは、四角形 ACDE の面積、2、2、5、7足したものですね。これ16です。で、三角形 ABC はこれですね。5に当たります。だから16は5の何倍ですか？これで 3.2 倍。こういうふうに答えることができますね。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。